千葉県立流山高等学校は千葉県流山市東初井市2丁目にある公立高等学校。通称は流行。平成25年度から園芸科、生活科学科は定員40名、商業科の1年生は会計、情報処理科で定員80名、2.3年生は会計科、情報処理科でそれぞれ定員40名である。 学校の敷地の約半分が園芸家、生活科学家が使用する農場である。名称は県立流山高等学校であるが、流山駅が最寄り駅ではない。農業や造園、フラワーデザインなどを主に学ぶ。就職率は高く、製造業や販売業、サービス業に就職する者が多い。近年は進学にも力を入れており、約半数が進学している。 募金や経営、プログラミングなどを主に学ぶ。就職率は高く、サービス業や販売業等に就職する者が多い。近年は進学にも力を入れており、約半数が進学している。普通科を持たない高校で、千葉県全域を学区とする。校舎は2棟に分かれ、小校内がある東側に、各クラスの教室及び職員室、事務室、会期室、 印刷室、パソコン室などがある。連絡通路を通り西側にはパソコン室や食品加工室、調理室、福祉実習関連等の専門教室が存在する。また、宿泊室として統制官と呼ばれるセミナーハウスやトレーニング場、武道場、プールなどがある。農場には農場管理室のほか、ボイラー室や重機を収める小屋などがある。 会計科と情報処理科のくくり募集のついて平成26年度、千葉県公立高等学校第一学年生徒募集定員、同じ日に農業科は収穫祭、商業科は進度体験学習を実施する。ありがとうございます。